水害の本土です、通告書に従いまして、2問、質問、させていただきます。まず、第1問目、能登半島地震について、元日、能登半島においてマグニチュード 7.6、最大震度7の地震が発生しました。能登半島が一瞬のうちに破壊されたような感じでした。家屋の倒壊、インフラ設備の損傷、輪島朝市での大規模火災など、今までに見たことがないような地震の被害でした。私もちょうど、当日福井にいたんですけど、ちょうど駐車場で車に乗ったときに地震が起こりまして、船に乗ってて揺れるような、そんな感じがして、まあ生まれて初めて経験したような感じでした。まあ、この地震によりお亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し上げます。また被災された皆様におかれましてはお見舞い申し上げます。当市においては元日より消防救急援助隊をはじめ、避難物資の提供、職員の派遣など迅速な対応を、本当にご苦労様でした。今回の地震について、甚大な被害を受けた、2点についてお伺いいたします。まず、1点目、住宅耐震化の促進について、2月22日現在、住宅被害、括弧全壊、半壊、一部損傷は7万6千棟が確認されています。現在、調査中のため、まだまだ増える状況です。また、240名余りの方が死亡者が出ていますが、8割近くが倒壊死だそうです。能登半島では、古い住宅が倒れ、高齢者の犠牲が相次いでいます。新しい住宅は比較的被害は少なく、専門家は耐震性能の違いが明暗を分けたと語っておられます。1981年、建築基準法の改定があり、震度6程度の大規模な地震で建物の倒壊や損傷を受けないことという基準に変わりました。そこで1980年以前に建てられた住宅の耐震化が進められるようになりました。1980年以前に建てられた住宅の割合が高い今回の地震で大きな被害を受けた珠洲市は 65% で全国1位、能登町では 61% で2位、輪島市が 56% で5位となっており、高齢化率もそれぞれ52、50、46% と比例していました。珠洲市は耐震改修に対して、国の補助金に独自の上乗せもして、最大200万円を支援、全国トップクラスと評する手厚さだそうです。しかし、2022年度の利用実績はゼロということでした。当市においては、1980年以前に建てられた住宅の割合が
福井県市町の中で最も高く 48% でした。今回の当初予算案では463万5000円計上されていますが、わざわざ能登半島地震を受けと前置きをしていますが、この予算の根拠を伺います。またここ5年の耐震改修にかかった件数と直近の耐震化を伺います。水上市長。能登半島地震 の、まあ、の住宅耐震化の、ご質問にお答えをします。とりあえずですね、まあ、の私も先日も言いましたけど、あの輪島へ行ってまいりました。輪島へ行ったときにですね、あのうちの方から技術系 の、まあ、の職員を2人、それから災害関係、防災関係の職員、それから保健関係の職員と、まあ、同行し、あの現地を見てきました。まあ、特にあの、まあ、技術系の幹部職員を2人伴いましたので、現地の状況などを見ながら、まあ、あのいろいろ私どもの今の今後の防災対策、あるいはこの耐震推進について、いろいろ思うところがございます。まあ、結論から言いますと、今回の予算の中で、輪島のそういった地震の状況を見ながらということは事実ですが、あの十分なその時間的余裕がない関係上、本格的にこの耐震の部分で、今回の予算の中にすべてを組み込めたとは思ってはいません。まあ、それを前提として申し上げますとですね、やはりあの木造住宅の耐震診断、耐震改修工事に対する支援につきましては、まあ、今回の予算の中で463万5000円と、まあ、少しこの半端な数字に見えるかもしれませんが、まあ、この根拠を申し上げたいと思います。内訳としましてですね、まあ、いろんな事業を口を開けたっていいますか、あの一口ずつ補正を前提としてあの事業をやってます。あの事業の予算を達しています。一つは耐震木造住宅に、まあ、56年5月以前に建築された木造住宅に対する耐震診断及び耐震改修プラン作成、これが46万。それからですね、耐震診断及び耐震改修プランに基づく耐震改修に対しては、まあ、全体改修に県の補助制度を拡充により、これまで120万だったのが150万になっています。で、まあ、46足す150、まあ、あの部分改修に30万、それから伝統的民家と、まあ、これ、古い家屋は特に現実問題として多いんですが、これまでの補助限度額の190万円を237万5千円に引き上げまして、実はこの合計が463万5千円になっています。これはもちろん、1件が出たらもう2件目の申請を受け付けないというわけではなく、すべてのものが網羅するような形で、今回予算を振りまして、状況に合わせて補正をしていきたい。まあ、そういうふうに考えている次第です。まあ、部分改修についてはさらに県の補助制度が拡充される見込みでございます。それからですね、過去5年間の耐震診断の件数についてお聞きいただいたかと思います。耐震改修工事の件数は7件となっています。勝山市の耐震化率につきましては、まあ、令和3年3月に推計値として 63.7% と公表しています。これですね、もう自治体ごとのその思いで推計値で出していますので、すべて同様の県内あるいは全国基準で出しているわけではないので、自治体ごとの感覚で出している関係上、私どもよそと測ったり比較したものではありませんが、まあ、63.7%。現在ですね、能登半島地震以降、市民から木造住宅の耐震に関する問い合わせが14件ありました。まあ、関心の高さがうかがえます。
令和6年度からは耐震改修工事の補助限度額および補助率の引き上げを行うとともに、補助件数についても、希望する方はすべての希望が叶えられるよう柔軟に対応に努め、住宅の所有者の費用負担を少なくする、そういった財政支援の強化を考えていきたいと思います。さらにですね、住宅の所有者の皆さんが自宅の耐震性をチェックし、耐震に関する意識の向上を図り、専門家による専門的な診断につなげられるよう作成した誰でもできる我が家の耐震診断を市のホームページに掲載しています。広報の3月号にも掲載を行う準備をしています。こうして耐震改修の重要性や補助制度の周知徹底に努めるとともに、耐震改修工事の施工業者に対しては、近年の技術開発により普及している既存の壁等を解体しない低コスト工法、これを採用することで、改修工事費や工期を抑えられることを周知するなど、一層の普及啓発に努めてまいりたいと思います。これらにより、安心安全な住まいづくりを促進します。今回、能登半島地震でですね、輪島の方へ出向いたときに、能登瓦っていうのは真っ黒なんですね、この辺の瓦と違って、その真っ黒な能登瓦をこう載せた、古い木造住宅の地震による倒壊が多数報告される、見ました。特にこれ、瓦が悪いわけでは、瓦が特段重いとかそういうわけではないんですが、比較的古い家に伝統的な能登瓦が載っていると、そのために目立ったように思います。奥能登同様に、古い木造住宅に銀ネズミ色の越前瓦を載せた家が、私ども勝山市の村部行くと目立ちます。市町村別の耐震診断化率の低さでは、県内一と報道されたことも十分認識をしています。今回の予算には間に合っておりませんが、令和6年度中に、さらに効果的な木造住宅の耐震化について、先ほど申し上げたように研究するとともに、私ども市のこの体制、補助の考え方についてもしっかりと議論をして、形にしてまいりたいと思います。はい、ありがとうございました。福井県内の耐震化率は2022年で 84.4%、勝山市の先ほどね、お話がありました 63.7% とはえらい違うんですが、やっぱり今市長言われました通り、古い家が多い、ということだと思います。だいたい50坪の家で、2階建て50坪で200万前後っていうふうにお聞きしましたが、私の家なんかは、80坪ほどなんで、やっぱり320万ほど、それ以上かかるかいかがはちょっと状態見てっていうことになる。市長の家なんかは100坪以上あるんで、400、500万はかかるんじゃないかなと思うんですけど、どちらにしろやっぱり、能登の方もですけど、結局いくら200万に増やしてもらっても、なかなか自己資金でやらなあかんということでだと思います。それとやっぱり過疎化が出てるんで、やっぱり若い者は外へ行く、または、同じ勝山でも、町中へ、引っ越すということで、年寄りばっかり残って、その後なら何百万かかけて直すんかっていうことも多分にあると思います。そう言っても、あれなんで、先ほどから、やっぱりまず診断、地震の診断を受けてもらうのがやっぱり大事やと思います。そういった意味で、補助金、今ほど話ありましたが、補助金の、周知に努めて、もらいたいと思います。ちなみにですね、国の全国地震動予備地図というものがあるらしいんですけど、それによりますと、福井市が、
あくまでも福井市ですけど、今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる可能性は 14.5%、震度6以上は 2.3% という、統計的に数字が出ているみたいです。それでは次に、2番目、まあ、やはり能登の件ですけど、上下水道管の耐震化について、道路と排水管が広範囲に損傷したため、断水が長期化しています。地震発生直後には、11万戸余りの断水が確認されており、2月22日現在で、まだ2万2000戸以上、確認されています。そして、今なお小学校や、公民館、などで給水所を、設けており、テレビ等で時間給水所、給水場所を告知しています。当市でも水道管の耐震化を進めていますが、耐震化率と現在の状況を伺います。また、能登半島地震を受け、今後どのような考えかをお伺いします。輪島市など六市町の下水道管延長計685km のうち、52% に当たる359km で損傷があり、汚水を流す機能を失ったとのことです。最も深刻な珠洲市では94%に上ったそうです。上水道同様、下水道管耐震化率と現在の状況をお伺いします。また、能登半島地震を受け、今後どのような考えかお伺いします。能登半島地震についてのうち、上下水道管の耐震化についてお答えをいたします。令和6年1月1日に発生いたしました石川県能登地方を震源とする大規模な地震により、上下水道が市民生活や社会経済活動を支える重要なライフラインであることを改めて認識させられました。こうした災害時においても、上下水道を継続的に使用するためには、管路の耐震化は非常に重要であると考えております。はじめに、上水道管の耐震化について申し上げます。導水管、送水管、排水本管を合わせました基幹管路のうち、耐震管と耐震適合管を合わせました耐震適合率というのがございますが、そちらの全国平均は令和3年度末現在で約 41%、 福井県の平均は令和4年度末現在で約 44% であります。国は令和10年度末までに基幹管路の耐震適合率を 60% 以上に引き上げることを目標としております。勝山市におきましては、水道の管路の総延長333.5キロメートルのうち、基幹管路の総延長は84キロメートルです。令和3年度末現在の基幹管路の耐震管と耐震適合管の総延長は 11.3 メートル、耐震適合率は 13.5% でした。法定耐用年数を迎えた管路の更新に合わせて耐震化を行っておりますので、
全国や福井県と比較しまして耐震適合率が低くなっております。一方、市内の水道管の約 75% を占めます排水士管、排水補助管の耐震適合率は約 93% となっております。耐震適合率の低い基幹管路につきましては、令和4年度から令和9年度にかけまして、国の生活基盤施設耐震化等交付金を活用しまして、排水地から医療施設などの重要給水施設に至るルートにございます重要度の高い基幹管路約6キロメートルの耐震化を実施しており、令和9年度末には 20.9% まで向上する予定です。今回の能登半島地震を受けまして、令和10年度以降も引き続き避難所や障害者介護施設等の重要給水施設までの管路の耐震化を進め、耐震適合率の向上を図ってまいります。ただ管路をはじめ水道施設の耐震化には多額の費用と長い期間が必要となります。現在水道管路の耐震化にかかる国の交付金の交付率は4分の1と高くないことから、耐震化率の向上に向けて交付率の引き上げを引き続き国に要望してまいります。次に下水道管の耐震化率についてでございますが、令和4年度末現在の国土交通省による全国の重要な幹線等の耐震化率は 56%、 福井県の平均は 43% となっております。勝山市の公共下水道管および農業集落排水管の総延長は約 288km です。そのうち耐震化が図られている管路延長は約 88km、 耐震化率は 30.6% となっています。勝山市の下水道管は令和9年度から順次法定耐用年数を迎えますので、令和5年度から国の社会資本整備総合交付金を活用して現在管路調査を行っております。その調査結果および管路の老朽度、重要な幹線など優先的に耐震化すべき箇所を考慮した上で、今後更新計画を立て下水道管の耐震化に取り組んでまいります。管路をはじめ下水道施設の耐震化には水道施設と同じく多額の費用と長い期間が必要となりますことから、十分な財政措置を講じていただけるよう引き続き国に要望してまいります。今回日本水道協会中部支部および福井県支部からの要請を受けまして、水道が断水し市民生活に大きな支障をきたしていらっしゃいました石川県中能登町と七尾市に、勝山市が保有しております組み立て式給水コンテナの貸し出しを行いました。現在も七尾市に2基を設置中でございますが、給水車が待機する時間が削減され、また住民の方が時間を問わずに気軽に給水できるということから大変有用であると伺っております。このように断水時に即時に水が供給できる備品の整備や体制の構築なども重要であることから、災害に強い施設の整備と並行して取り組んでまいります。また1月中旬より応急給水業務や下水環境調査などの災害支援として被災地に複数の職員を派遣しております。その職員の被災地での知見を今後の勝山市の上下水道施設整備や災害対応に生かしてまいりたいと考えております。すいません、先ほど勝山市の水道管路総延長の 333.5km のうち基幹管路の総延長は 84km ですが、令和3年度末現在の基幹管路の耐震管と耐震適合管の総延長を 11.3km であるところを 11.3m と申し上げてしまいました。お詫びして訂正させていただきます。
課長、そんな細かいところまで覚えてられない。なるほど、県の平均、県よりも実績が少なく、まだまだやっててな、やることが多いんだなというふうに思うわけです。で、どちらにしても先ほど言われました通り、補助金と 4分の1ですか、しか出ないということで、水道にしても下水にしても費用はもう十分かかると、よくわかります。あとは計画通りに、なるべく、これから市長や副市長に交渉して多めに、そのためにはまた利用料が高くなるということも考えられるかもしれませんけど、どちらにしろ、やり方としてはね、やっぱり重要なところ、また施設等にを優先してっていうことも言われておられましたし、その辺は迅速にまたお願いしたいと思います。それでは2つ目、高齢者の交通手段についてお願いします。今月に入って神奈川県逗子市で2月15日、80歳の女性が反対車線の車に衝突した後、歩道を歩いていた50歳の女性をはね、亡くなる事故がありました。同じ日、福島県鏡石市石町では、72歳の女性が運転する車が駅に突っ込み、19歳の大学生が死亡、その翌日には新潟県、柴田市、88歳の女性が運転する車に小学生3人がはねられる事故が起きました。その他にも、多くの、高齢者ドライバーの、事故のニュースは、最近、見られます。実際私も2月の21日、大野税務署で確定申告行ったわけなんですけど、税務署内の駐車場に20台ぐらいは止められると思うんですが、そこで、80歳ほどの、男性が、隣のうちですね、車止めを乗り越えて、で、フェンスの下にコンクリートあるんですけど、コンクリートを乗り越えて、これで隣の家へ突っ込んでいるという状況でした。で、たまたまテラスがあったもんで、テラス縁側っていうんですか、そこへぶち当たって、あと1メートルほどで家の中っていう状況をやったんですが、どうもやっぱ見ていると、普通私は他の車もみんなそうなんですが、バックで入れて駐車すると、で終わったらそのまま前に出るっていうことで、ほとんどそういう止め方してたんですが、その人はどういうわけか、慌ててなんか邪魔くさいのか分かりませんが、前から入れて駐車してるんですね。これ、バックしようとして前進入れて、車止めにで前当然動きませんから、慌てて、アクセルを踏んで、ここで突っ込んだというような状況で、目の前で見たのはやっぱ初めてで、ちょっとびっくりしましたね。余談ですけど、このように高齢ドライバーによる、交通事故が後を絶たない中、議論されるのが免許証返納についてです。しかし、そんな中、免許の自主返納が減少傾向となっており、2019年の池袋暴走事故の年をピークに、3年連続で減少しているそうです。当時において、免許証の返納の状況はどのようになっているのかお伺いします。
返納を決意する人がいる一方で、返納したくてもできない現状があると思います。当市での自主返納手続きは、勝山警察署にて実施していますが、2月の28日に市役所内で自主返納、臨時出張所が開設されています。警察で行う運転免許証返納手続きと、市役所で行うバス無料券の申請手続きをワンストップで行うことができます。このように、臨時出張所開設の間に、何人返納手続きに来られたのか、また、今後継続して臨時出張所を開設するのか、予定があるのかお伺いします。当市での支援は、運転免許証の自主返納手続き、コミュニティバスおよび市内バスの無料乗車券の交付、そして昨年より本格的に運行し始めたフルデマンドバスです。令和5年度より北郷野麦地区で運行が始まり、令和6年度には荒戸地区、令和9年度には全地区で運行の予定と聞いております。高齢者が 40% に近い当市において、免許返納を後押ししやすい、利用しやすい運行方法を検討していただきたいと思います。市の見解をお伺いします。利用客の主な行き先は、病院もしくは買い物だと思います。特に買い物の荷物は高齢者にとって重たく苦痛と思います。スーパーなどで購入した製品を無料で配送するサービスを支援する自治体もあるそうですが、当市でもこのようなサービス支援をしてはどうかと思いますが、市の見解をお伺いします。高齢者の交通手段についてお答えいたします。はじめに、当市における運転免許証の返納の状況についてお答えいたします。平成10年4月に、運転免許の自主返納制度が施行されて以来、全国、福井県ともに自主返納者は増加してきましたけれども、令和元年度をピークに減少に転じています。勝山市においても同様で、令和元年度の119人をピークに減少しており、令和4年度は89人となりました。次に、勝山警察署による臨時出張所についてお答えいたします。本年度より勝山警察署と連携し、市役所本庁舎やまちづくり会館等での臨時出張窓口を開設し、多い日には1日で13人の返納がございました。また、令和5年7月には、勝山警察署と勝山市との間で協定を締結しまして、勝山警察署においても運転免許証の返納手続きと同時に、市内のバスの無料券の申請手続きをワンストップで行っております。今後も高齢者の方の自主返納手続きがしやすくなるよう、勝山警察署と連携し、市の施設において、臨時出張窓口を開設する予定でございます。次に、利用しやすいコミュニティバスの運行方法についてお答えします。運転免許証を自主返納された方にとって、コミュニティバスの利便性の向上は大変重要です。コミュニティバスは令和5年1月より、
北五方面、野向方面でフルデマンド運行を導入し、令和6年度中には荒戸方面を運行エリアに追加する予定です。北五、荒戸、野向の3つのエリアの一体的な運行により、利便性が向上することで、高齢者の方の移動範囲も広がり、社会参加活動の促進が図られるものと考えております。今後も市内全域のフルデマンド化に向け、先進事例などを研究しながら、導入への検討を進めてまいります。高齢者の交通手段のうち、高齢者の買い物支援についてお答えします。高齢者の買い物支援につきましては、介護保険サービスにおける訪問介護や有償ボランティアなどを利用して買い物を代行する方法、移動販売車や宅配サービス、インターネット通販などを利用して、高齢者の自身が買い物をする方法などがございます。また、勝山市におきましては、平泉寺地区、室戸地区におきまして、送迎付きの買い物支援サービスも実施をしております。ご質問にありますように、購入した商品を個別配達する事業者に対して、配達料の一部を助成している自治体もございますので、今後は他の自治体の取り組みも参考にしながら、高齢者の方々のニーズに合わせた買い物支援の方法について研究してまいります。ありがとうございました。人事主張書ですけど、あれ半日でしたっけ、確か。13人もおられたっていうのはちょっとびっくりしましたね。で、やはり近くでやっていただければ、知らせていただければ、やっぱり、そんな やろうかなというふうな、ことだと思います。これやっぱり息子に頼んだり、孫に頼んだり、するとなかなか行きづらいというようなことがあろうかと思います。これは継続して、またやっていただきたいな。まあ、当然、市は警察署ですが、依頼としてよろしくお願いいたします。これとコミュニティバス、フルデマンドバスですね。これはずっと話で出て、本当にこのフルデマンドができれば、私は本当にタクシー、まあタクシー代わりといいますか、タクシーのように使えるなと思っております。で、やっぱり今小林課長の方から話ありましたが、9年をめどに本当にどういう方向で行くか、まあ、全域ね、うまくいけるように、で贅沢言うと、本当言うと広域も行っていけるような形を取れるといいかなと。例えば、医大とかね、あと大野方面、これは、まあ、大野の、コミュニティと接続するとか、まあ、いろいろ方法があると思うんですが、いろいろ検討していただきたいなというふうに思います。ないし私もあと10年もせんうちに多分、免許証返納せない、多分市長もこんなだと思うんですけど、副市長はもうちょっといいかね。まあそういったことで、やっぱりどうしても今だん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 、まあ、ここにおられる人は結構もうみんな10年も経たないうちに返納せなあかん人ばっかりですから、充実した、手段、返納しやすい手段を、検討していただきたいなというふうに思います。ちょっと最後になりましたが、この3月末をもって4名の職員の方が退職され、また現場を支えてこられた会計年度任用職員の
方もお辞めになるとお聞きしております。勝山市の発展と市民の福祉の向上にご尽力を賜りましたことに、市民を代表いたしまして、衷心より敬意と感謝を申し上げます。今後とも健康にご留意され、それぞれのお立場で、ご支援、ご協力を願いますよう、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。